最初のニュースです。大阪市北区の25人が死亡した雑居ビル火災を受けて、上伊那広域消防本部が管内のビルの緊急点検を行っています。今日は大阪の雑居ビルの火災を踏まえまして、緊急立ち入り検査に伺いました。ビルのオーナーさんには日常の防火管理に努めていただくようお願いいたします。今日は上伊那広域消防本部と管轄署の署員3人が管内のビルを点検しました。ビルのオーナーにチラシを渡して火災への備えを呼びかけました。これは大阪市北区の雑居ビル火災を受けて全国一斉に行われている点検です。3階建て以上で3階以上に不特定多数の出入りがあり、階段が1箇所しかない雑居ビルなどが対象です。広域消防本部の管内となる上伊那8市町村には、対象となる建物が27件あるということです。消防署の署員らは、避難経路となる場所に支障となるものが置かれていないかなどを重点に立ち入り検査を行っていました。遠くの出来事として捉えずに、日頃から、自分の建物の、維持管理を適切に行っていただきたいです。同じようなことがこの地でも起きないように、ビルの貸し主として、法令を遵守して、行きたいなというふうに感じました。上伊那広域消防本部では緊急検査を年内をめどに完了させたいとしています。